です。はい。町ブラ。今日はどこですか、ここは。呉市ですね。呉。おお。商店街。呉ってなんかイメージあります？あれ？海軍？なんて。ああ、海軍ね。ああ、はい、確かに。大和ミュージアム。あ、大和ミュージアムね。まあ、ちょっといろいろ歩きながら見てみますか。なんかある。は？恐竜？あ、なんか空気入ってんだ。これクレとなんか関係あるんですかね。なんですかね。多分なさそう。恐竜の街みたいな。恐竜の街聞いたことないな。なんかでも昼時なんで。あ、そうか。そうですね。ご飯食べたいですね。ああ、なんかクレのご当地グルメみたいな。ないんかな。ちょっとなんか調べてみますか。あれは？あ、お、クレ、なんていうの、クレ冷麺。あ、クレ冷麺確かにあるわ。元祖。なんか並んでます。めっちゃ並んでません。本当だ。有名なのかな。珍外軒。キムチ入りとか。私の方はですね、韓国風のクレ冷麺。麺とスープをよく混ぜて、何口か食して冷麺の味を味わいます。混ぜて、こういうこと。まず混ぜろと。なるほど。あ、いい匂いするな。はいはいはい。いや、どうですか。うまっ。、うん、おめっちゃ味しっかりしてる。うまっ。なんか味変みたいなのがあるんですか。お好みによりすがらしを、はい、かけます。ちょっと見せてください。すがらし辛そう。へえ。なんか見た目はちょっとしとこうか。あ、そうですね。すがらしっていうのはあんまり見たことないですね。お酢とからしが混ざってます。どうですか。合う。あ、うまっ。どっちが好みでした。あったはいい。ちょっとあったほうがいい。うまっ。なんか味変もう一個あるんですか。これは黒酢。いろいろ混ぜてもあれか。黒酢もどうぞ。はい。黒酢だとどうなるんだろう。まとまる。まとまる？ちょっとまろやかな。あ、なるほどね。あ、うまっ。おー、いいっすかこれ。さっきなんかお店の前でもなんかここ一番うまい店ですって言ってましたね。他のお客さんが。はい、いや、食べた食べた。惜しかったっすね。めっちゃうまかった。ちょっと散歩してみますか。はい。いいっすね、クレ。いや、クレはなんか美味しいもの多い。風情があって。なんかでもあんまやってないんかな。そうですね、まあ今日平日なんで。でまあ休みの店もあるのかな。なんかあるっすよ。あら、何？なんて読むんすか。お菓子？なんて読むんすかあれ。このやかな。あ、ほら、なんかうまそうじゃん。もうだって和菓子好きの暑い夏にはちょっといいんじゃないですか。行ってみますか。お願いします。
綺麗。はいはいはい。いろいろありますね。うん。もう美味しそう。すごいね。これですか。うわこれがいいじゃん。これは。田舎まんじゅう。うわどっちもいいですね。金ツバ。あんこ好き嬉しそう。悩むな。どっちかいいですね。すごい。いいんじゃないですか。いいですね。ありがとうございます。やっぱ冷麺の後は、うん、これでしょ。え、そうなの。あんまり聞いたことないですけど、紙も入っていろんなのあったんですね、はいはい。洋菓子和菓子。これが、はい、田舎まんじゅう。結構あんこにはうるさいですよね。うるさいですね。もう正直な食リポで。あ、冷たい。はい。いやー。はい。うまっ。おお。もうちょっと見てみよう。あ、かなりあんこぎっしりですね。あ、うまい。生地と合っとる。はははは。めっちゃ入っとるな。もうほぼあんこ食ってるのもんですね。うまい。でも、うん、くどくない。あ、くどくない。うまっ。あっさりした上質な生地で風味豊かな粒あんを包んだ一品ということですね。いいね。はい、続きまして蒸し金粒。蒸し金粒、はい。粒あんを薄い皮で包んだ上品な甘み。まあ煮とるのは煮とるでしょうけどね。あ、わお、これまたあんこがすごい。どうですか。めちゃくちゃうまい。うまい。うん。あ、うまい。生地固め。あ、そうなんですね。こっちは、うん、薄いけど結構硬いですね。硬いけど、うん、変な硬さじゃなくて。うんうん。歯ごたえある餅みたいな。かが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 。うまっ。うん。いい弾力っていう。なるほど。うまっ。なんかすごいこだわってね、いろんな種類があるお店だったんで。はい。お土産とかいいんじゃないですか。いいですね。ね。まあもちろん、かなりね、種類も豊富にありましたね。うん。美味しい。いや、出した。はい。喉乾いた。じゃあ最後にお店の名前をちゃんと紹介してください。はい、なんて読むんですかね。適当に言ってください。ズバリ。高野屋。高野屋さん。はい。もう社長が言ったら高野屋ですか。わかんないです。高野屋さん。高野屋さん。はい。わからんけど。いや、いいですね、クレは、町が。楽しかった。ね、はい。ちょっとこのパターンで、いろんなところのいろんなもの食べれるんですか。あ、それいいかもしれないです ね。あんまり普段行かんようなとことか。今食べたこれなんかは、うん、まあ有名なんでしょうけど、うん、ちょっとネットでは探し出せなかったお店だったりしますよね。あ、まあそうですね。やっぱり現地に行ってみないと分かんないグルメみたいな。確かに、まあ、ありそうですよね。また行ってその雰囲気でここ入ってみようとかやっぱあるんで。はい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 。ちょっとその辺もやりましょうよ。なんか楽しい出会いはありましたね。ですね、うん、みんないい人本当。いい人、はい。じゃあ今からいろんなところ行って美味しいものを食べますか。そうですね、次の場所に行きましょう。お腹大丈夫ですか。大丈夫です。よし、行きましょう。じゃあ行きましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。